部長です。紬だよ。今回はうまく進めたいところだが。いつもそうしたいと思ってるんだよ。だけどそうならない。その辺はイベントの絡みもあるし、プレイするキャラクターが立ってるから。そこはな、まあその前提で時間を見定めていきたいね。始めたばかりだからなんともだけど、しばらくは普通に進めるしかないな。だね。で、今は上にあるショートカットを目指してってところか。そう、また宝箱ぐらいは置いてありそうってのもあるし、あとアイテム回収の探索時のだな。全然してないけどね。このゲームだとこのまま進んだ方がいいアイテム入るし、その分スキルを取り逃している可能性はあるがな。そのスキルも絶対的に必要って感じしないからな。今ある分で十分やってきるし。それはな。やっぱり探索するにしてもアイテムマーカー的なコード見つかってからじゃないと効率がな。そうそう。とりあえずショートカットの方には行けそうだな。ミニマップ的にも他の部屋からつながる感じじゃないしね。よし、だから箱もある。エルザの武器っぽいな。装備はまたまとめてね。よし、満足したか。じゃあ次はこの部屋から右に行ったところだ。宝箱が見えるな。簡単にまとわせてくれなさそうだけど、とこれはもしかしてボスか。霧ロイオーラの扉だからな。まっ進むか。ほんとそうなりそうだな。あれは帝国アシュラっていう雑誌で見たことある一流のデーモンハンターだった人よ。彼女まで凶暴化してたなんて。となると彼女を助ける方法は一つ。助けるっていうかこのまま。まあ正気を取り戻す流れはないな。だよね。やっぱ爆弾エナ。ボスにも付与できるのは大きいな。ほんと。しかしも OMP な。探索の続きでここに来ちゃったからな。エルザでやってみるか。久しぶりに使うのもね。なんかもう半分近く減らされてるな。まあいけるでしょう。もう半分を切ったぞ。でももうすぐブレイク。ここで削る。なんかスキル発動までが失敗してないか。日本刀の3匹目で吹っ飛ばしちゃってる。これで連携のスキルが空ぶっちゃってるな。まあその辺調整だな。やっぱ普段から使わないとね。もう追い込まれたぞ。ポーション使うか。一気にせんか。ポーション内でもせんか。不満か。全回復できないんだなって。ところでシアラで挑むのか。いや、さっき切り替えられなかったんでね。これでまずは MP 回復させて。よし、体力も回復させておこう。結局ここもニーナでってことになりそうだな。攻撃力、防御力ともにニーナに振っちゃってるところはあるからね。しかし次元爆弾、有能だな。かなり強力高いし、つけた後逃げればノーダメも可能だな。さすがにそればかりだとだるくなるからしないけどね。とりあえずこのまま回復させながらなら大丈夫だな。今回は本当ボスの攻撃をまともに見てない。今回もだろ。直近まともに見てない気もするぞ。ご利用していけちゃうのかな。あと見てると時間がかかるってのもあるし。それを気にしてか。まあそういうところはあるよ。また MP 切れ。もうすぐシールドブレイクだな。新
ここ一撃ね。よし、最後次元爆弾か。まあこういうのもありか。特にこれといった報酬はなさそうだな。今日は収穫があったわね。もう遅いし、基地に戻って報告しましょう。はいですの。うん、わかった。今日ってニーナを加えてからまだ一日ってことじゃないか。そうなるのかな。まあこれで久しぶりにキャンプだ。まあ減った分のアイテム補充も含めいいタイミングかな。それに装備な。それもやっておくか。ではこのレバーで。ワープポイントだな。都合よく。まあいいんじゃないか。ではキャンプに戻るか。ではキャンプに戻ってきた。つもりか。以上の理由から相手と正式に接触するのは待った方がよろしいかと。なるほどな。君の判断に賛成なんだな。カール教授、ここ数日の進展を教えるんだな。ここの怪物の魔導コアを調べてみたところ、回路に奇妙な変化が起こっていた。自ら魔導素を制御することで行動をコントロールしているらしい。おそらく我々の拘束から逃れるための措置だろう。具体的なメカニズムはまだ分かっていないが、グール族が見つかれば謎が解けるかもしれませんね。そうだな。エルザ隊長、君たちの実力は知ってるんだな。だが行動にはくれぐれも気をつけるんだな。はい艦長。この日のためにどれだけ準備してきたか分かってるの？お母様？なぜ君なんだ。他の誰かじゃダメなのか。私が決めた計画だからよ。最後に私だけ逃げるなんて他人が見たらどう思うの。なら家族はどうなる。エルザはお前の娘なんだぞ。きっと無事に戻ってくるからね。半年よ、半年で帰るわ。約束よ。小さいエルザ可愛い。エルザの過去か。母様。またあの夢か。ええ。はあ、もう10年以上経つか。写真も意味ありげだな。ギルロスの言う方角からして、まずこのポイントから捜索を。そうね。お姉様、どうかしたんですの？昨晩眠れなかったとか。ああ、ううん、違うの。さあ出発しましょう。目的地が更新されたな。さて場所は。さっきのワープポイントの右か。これナースブだ。ではキャンプで準備を整えてから行こう。目的地に早速入ったようだな。墓地なんだ。私は結構好きだけど、珍しいお宝や異物が眠ってる匂いだ。お姉様ってば、悪趣味すぎますわ。さっさと口に戻りたいですわ。そう簡単には見つからないと思う。ここは慎重に行こう。なんとここの敵、醜い。さっきからちょくちょく引っかかってるな。それに毒を付与されるのが少し厄介ね。もうこれだけ体力が減ってるからな。ほんと。止まった。よくかわしたな。そのまま隣の部屋に来ちゃったけどね。やれなくない。問題は小さい敵か。あれはしゃがまないと当てられない。その上で毒だからな。まあ無視するのが無難だね。
ないか。これは謎の果実だな。いまいち。これまでと比べるとかなり低いな。後半なんだからもっと会ってくれてもね。こっちの攻撃力は十分なようだな。十分いけるね。そういえばマーク増えてるか。そうそう、ワークポイントが見えるコアがあった。それでか。まあこれでいろいろと目安はつけやすくなっただな。といきなり進めないし、とりあえずマーク。これまでだったらマップでわかるようになっていたが、それは続けてほしかったね。じゃあ戻ってしたら、これはそこから行ってたか。本当わかりにくいな。一段とな。下から見たら全然わからない。今後こういうのが増えてきそうだな。それも勘弁してほしいな。よし、これで右か。もしかしてこれはこれで正しいルートだったか。左からは登れなかった雰囲気やったね。真下の部屋で繋がってる可能性あるけど。いや、そっちもじゃないか。行ってみれば。どうした。いや、セーブポイント近いなって。ここも素直に行かせてくれるとは限らないがな。ま、というかやはり左に進めなさそうだな。壁もマップ上で見えないのは本当勘弁してほしいな。マップがマップとして機能しない感じもあるしな。本当ね。上からか。さっきの心のショートカットをね。それよりヤバくないか。回復させるか。いや、ちゃんとポーションで。ヘビいるぞ。ほんと分かりづらい。よし、上まで来た。これでショートカットは大丈夫だな。ここを開けたとさっき見えた宝箱ね。その後で上か。せっかくここまで来たし。こういうのもあるか。キーストーンじゃなくなってからこういうのが増えたな。鍵の方がありがちではあるが、名前と扉を覚えるのが大変だけどね。やはり後の探索でってなりそうだな。宝箱ぐらいならね。では上を確認だ。いろいろ切れてきたな。もうちょっとこのまま。よし、これで下だ。これがさっきの扉のじゃないか。まあ可能性は高いよね。ただ取ってからこっちに戻ってくるのは面倒そうだけど。確かにそれはあるか。ワークポイント
を使ってってならないし。といい加減回復させておくか。これでしばらく大丈夫だな。ここも下までつながるかな。そんな雰囲気ある。むしろこっちが順路ぐらいの。マックで確認できないからね。確かにありそう。いきなり落ちたな。もうちょっとこの部屋確認しておかないと。満足したか。これでだね。やっぱ左は。いけない感じか。下の方が見えないからなんともだけど。結局来たところが順路だったようだな。もうこういうの。まあ結果的にうまく進めたからよかったじゃないか。やっぱストレートに進ませてくれなくなってる。せめてマップで教えてほしいけど。ミーナ、ギルロスが先帝の暴政を止めたって言ってたけど、過去に一体何があったの？先帝は自分の理想のために国民にひどい負担を強いたの。どんなに理不尽でも誰も逆らえなかった。理想？自分のどでかい墓を建てるとか？そうじゃないわ。先帝は天空派だったの。エターナルフロンティアを越えて新世界を探そうとしてた派閥よ。彼らの理念は楽園派と対立してた。それのどこがダメなんですの？私たちの理念と一緒ですの。周りの意見を聞かずに権力を振りかざしていればいい結末は遠のくでしょうね。あの時は状況がひどく複雑で、それぞれの派閥に言い分があって簡単には割り切れなかったの。またイベントが挟まったか。まあでも無事セーブポイントに。だな、このまま進むか。いや、ここで一旦休憩。次回でワークポイントとか言って、そして次のセーブポイントか。素直に進ませてくれればね。その先にボスがいそうだが、まあ時間次第。